ようございます。今日はクロエに頼まれたので、朝クロエのお弁当を作りたいと思います。今日はツナサンドイッチがいいらしいので、ツナサンドイッチを作っていきます。パパが弁当を作る順番の日です。ではテンションが低いですが、頑張ります。昨日、スーパーで買ったマヨネーズ、日本のマヨネーズ、キューピーマヨネーズ、キュウリ、カナダのキュウリでかいんだよね。日本でのグランパでグランマが買ってくれたムーミンのお弁当箱で、クロエは食パンのクラスターが好きじゃないので端を切ります。ヌテラ、基本はママがサンドイッチとか洋物の、本当は洋物のお弁当は作って、おにぎりとか和食メニューのお弁当は
パパが担当するっていう分担なんですけど、今日はクロエがに頼まれてパパがサンドイッチを作ります。サイドにフルーツを入れます。なんかパのフルーツすごい安いので、これとか2ドルとかで買ってきたので、それを入れたりとかして、で日本に帰るたびに100均でお弁当グッズを買ってきて一緒に入れます。なんかクロエ結構見た目で食べるか食べないか決めるので、極力ちょっと可愛いようにしてます。例えばこれテラミストリート、はい、完成。簡単ですけど、チョコレートとヌテラのサンドイッチとハムキュウリサンドイッチとブドウとミルクのブラックベリー、じゃらーん、あ、すごい雑だけど、これが今日のこれのお弁当です。あとは基本お弁当にはスナックを持っていかなきゃいけなくて、バーとこのアップルパウチを一緒にお弁当に入れます。なんかアレルギーがあるとこは、まあ、周りの子でアレルギーがあったりすると困るんで、ピーナッツは入ってないやつにしなさいとかっていうのを学校に言われるんですけど、そういうのを持ってってます。ジェームスは学校で給食が出るので、保育園で給食が出るのでワクチン、クロエのやつだけ毎日どっちかが作ります。まだ子供たち起きてきてないので、起きてきたら残ったツナでおにぎりを作ってあげます。こんな感じで今日のクロエのお弁当クッキングでした。バイバイ。